アナカラスコガバロンは、スペインブルシア州ムルシア出身の女性レーシングライダー。2005年にレースデビュー。2011年に、スペイン選手権、セブ 125cc クラスに参戦、同選手権での女性ライダーでは初めて、ポイントを獲得した。2013年に、チームガルボから、ロードレース世界選手権のカタール戦デビュー、同選手権での女性ライダーのポイント獲得は4人目で、 2001年の第5戦のイタリアグランプリの 250cc クラスでドイツ出身のカティアポエンスゲン以来12年ぶりとなった2017年9月のスーパーバイク世界選手権のポルトガルのポルティマオ 1300cc の,の決勝で初優勝となり女性では初めてとなった2018年にスーパーバイク世界選手権と併身されている スーパースポーツ300世界選手権で、モーターサイクルの世界選手権で史上初の世界チャンピオンとなった。ABC、モートジッピーメモモートジッピー、ハットローレンスハットイタトゥアグップ、ハット AFP ニュース。ありがとうございます。